ベンチプレスではバーベルの負荷を受け止めて上げ下ろしする運動になるので、腕の運動軸っていうものが安定している必要があります。カンさん、ブリッジの、頂点ってどの辺に置いてます？ちょっと見えるところでいいですか？はい、首の若干下、やっぱりそうっすよね。ベンチプレスではバーベルの負荷を受け止めて上げ下ろしする、運動になるので、腕の運動軸っていうものが安定している必要があります。そこがブレちゃうとね、トルクがかかってしまうから扱える重量が下がっちゃうってなってくると、腕の運動軸自体を上側のベンチの接点とすればいいじゃないかってことになるわけです。はい、すごく思った通りの答えでした。はい、構造上もそうなるんですよ。腕というものの軸っていうのは、土台っていうのは第二肋骨だって言われてるんですよ。で、第二肋骨ってどこについてるんだっていうと、今かなさんが指さしたこの辺、第一胸椎第二胸椎の間にぐっとつながってくるんですね。だから腕をですね、安定させたかったら、その腕の軸がついているこの第一胸椎を支点にした方がいいです。だからブリッジの頂点ここにあるっていうのはすごく理にかなった話ですね。よかったです。私もそうだろうと思ったんです。ただごめんなさい、バーベルラジオで、はい、対談させてもらった時に、僕ものすごい恥ずかしいミスをしまして、この業界で治療業をですね、ずっとやってるのに、第2、第3肋骨の間につくんですよとか言っちゃってですね、そこを頂点にするのがいいと思いますみたいなことを言ってしまったんですけど、あれな、そうだっけなーなんて思いながら、児玉選手の動画を見てたら、あれもっと上だねってなってですね、あ、第二肋骨そこついてねえわって話になって、それで今修正して訂正してます。はい、すみません、申し訳ないです。そんな程度です僕は。はい、はい、ということで、じゃあ今度第二肋骨って前側どこについてんだっていうと、真ん中に胸骨ってあるじゃないですか。あ、ごめんなさい、すみません、はい、胸骨の上側に胸骨平ってあります。下側に胸骨体ってあります。もう一つここにですね、腱状突起って3つの骨があるんですけど、胸骨角っていうのは胸骨平と体の間の関節なんです。どこにあるのってなると思うんですけど、まずですね、ここに喉仏からつるーっと下ろしてくると、ここにくぼみがあるでしょ、はい、ここのくぼみが胸骨平の上のへりです。両サイドは鎖骨なんですけど、そこの上をなで下ろしてくると、ポコッと膨らんでるのないですか。そう、そこ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 、多分ね、この辺りですよ。膨らんでますか。これちょっとこう角あるでしょ。はい、もう出てこないかな。あ、でも本当だね。はい、ここにですね、角があって、ここが、第二肋骨のついてる場所なんです。だからここからぐるりと、まあ、斜めにこうリングがある感じですね。そのリングが腕の動きに合わせて一緒にパカパカ動いてるようなイメージを作ってください。さあね、手を上げてみてください。っていうと、その右側の肋骨の第二肋骨のリングも上にこうやって抜くんですよ。手を下げてください。下向くってこういう感じです。胸郭、胸っていうのは腕の土台として形を変えるんですよ。腕の土台として形を変えるんですよ。例えば両手万歳すると、肋骨がバーッと開いて、上半分は縦、下半分は横に開いて、背骨がグッと反ってくるんです。じゃあこうやって下ろしていきましょう。と肋骨は閉じていくんですね。背骨も丸まってきます。じゃあ片側だけ上げてみましょう。そうすると、この上げた側の肋骨がバッと開いて、こちら側は閉じてくるんですね。で、背骨はこう倒れてくると。はい、下ろして、じゃあ片手だけこうやって振ってみましょう。っていうと、こちら側の肋骨は後ろに倒れ、こちらは前に倒れ、全体がこうねじれる動きをしているんですね。腕の動きにずっと追随してるんです、その動きの中でですね、すごく大事なのが第二肋骨だ、その胸骨角あたりを意識すると第二肋骨動かしやすいぜって話をこれからするんですけど、顎をですね、水平にぐーっと引き込んでください。そう、胸にこう顎をつけるようなイメージっていうと、ここが出てくるでしょ。これで肋骨が目いっぱい後ろに回転してくるんですよ。で、顎を前に突き出してください。これいわゆる悪い姿勢じゃないですか、猫背のこういう姿勢。そうですね、これだといろんな故障が起きてくるね、フォワードヘッドポスチャーなんて言うんですけどね。こっち向いてやってみましょうか。そう、ゆーっと引いてきます。そうですね、これで引き上がってくる。はい、前に突き出します。これで丸まっちゃうとですね。だからベンチプレスでは
ぐーっとこの肋骨のリングは後ろに倒したいわけですから、顎をですねこの胸骨柄の方にぐーっと引き寄せてくるっていうのはとても大事な、コマンドになると思います。二重顎を作れって言いますよね。あ、そうなんですね、はい、あ、でもそういうことだよね。キーウィング、はい、そう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 。ちなみにですね、第一、第二肋骨がどこって心配される方もいると思うんですよ。簡単な見つけ方をお伝えします。まずですね、ごめんなさい、こちらを向いていただいてですね、頭だけ前に倒しましょう、はい、っていうと首を撫でてくるとポコッと出てる骨ありますよね。これ第7頸椎って一番下の頸椎なんですよ。そしたらその下の1つ目の出っ張りが第1、2つ目が第2ってことです。だからこの辺りを頂点にしようねってことになりますね。はい、だから僧部僧帽筋のこのラインを支点にして胸をコロッと転がして返してくるんだっていうようなキューイングっていうのもすごく理にかなってるってことです。解剖学的にすごい楽しいですね。第二肋骨と胸骨と第一第二胸椎っていうのが一つのリングであるようなイメージを持ってもらいたいんですよ。この輪っか、この輪っかがね、ベンチプレスでは後ろに倒れたり、まあ、前に倒れたりというよりは後ろにどんどん倒していくんだけれども、こんなパタパタ動くんですよ、ね、腕の動きに合わせてね。この動作からプレス終了に向けてどん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 このリングはあの頭方向に倒れていきますね。起こされていく、胸を立てて立ててっていうようなイメージでしょうかね。はい、でその時に胸骨角がこうポコッと前に出てほしいんですよね。肋骨がこう立ち上がってほしいんですよ、第二肋骨がね。でその動きをさせるためには顎を引き込んでいくっていうのが、有利なんですよね。で沈筋っていうような動きになるんですけれども、そういうふうにどん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 引き起こしていくと第二肋骨のリングが起きていくと。でこのリングは起立筋によって引き起こされていくっていう側面があるのを覚えておいてほしいんですよね。で、前置きが長かったですけども、腕の支えっていうのが第二肋骨のリングで、その土台になってるのが背骨の第一胸椎、第二胸椎ですね。だからこの部分をブリッジの一番上の接点にしたら一番腕が安定するんですよ。って考えてみると、あのブリッジを高く組む時の言葉がけとして、この上部僧帽筋のこのへりを支点にしてこうやって胸を返していくんだよみたいな形になるじゃないですか。それから顎をこう、ね、胸からこう離さないようにするんだよなんて話が出てくるじゃないですか。その辺はあのこの解剖学的な構造にのっとったバーバルコマンドになってるということですね。ですか、すごく理にかなってるんですよね。じゃあ下側の接点ってはどうなってんだっていうと、まあ、基本これは足ですよね。地面との接点の足、この足から大きくブリッジを組んでいければね、一番力が出ると思うんですよ。だから尻上げのベンチって一番力出るでしょ。なんだけれども、まあ、ほとんどの選手っていうのはベンチ台に対してやっぱりちょっと足が余ると思うんですよね。そうするとあの股関節を境にブリッジを二分割することになります。で体幹側のアーチと足側のアーチってことで、それらを強く連動させなきゃいけない。ね、2つのアーチがあるのにそれらを連動させる、結構難しい大台になると思うんですよね。でもそこに各々の選手の工夫が、凝らされていると。でそれが面白いですよね。でその工夫ごとにですね、やっぱりあの解剖学的な裏付けっていうのがあるんですよですね。だからそこら辺はあの見ていくと面白い。でそのですね、体の使われ方とその利点、解剖学的な利点については次回の動画でね、まとめて紹介したいなと思います。よろしくお願いします。そっちも見てね。はい、そもそものレッグドライブっていうのは何なんだっていう話を、まあ、ほぼ聞いてみたんですけれども、足の力を上手に使って、バーベルを押し上げようと、その切り返しの初動に使われるテクニックっていうのがレッグドライブですね。例えばあのベンチに対して水平に蹴るとか、バーベルを押す方向に蹴るなんていうようなアドバイスっていうのはよく聞かれます。それからあの受けた時にバーベルを弾くなんて聞いたこともありますね。これに関してはあの足を使うとかっていう話とはまた別のニュアンスで言っていたんですけれども、ただその本体は私は一緒だと思うんですよ。具体的にどんな運動を起こしているのかっていうのを考えてみたんですね。どの指示もですね、切り返しの時に上部の支点を接点に第一胸椎を頭方向にグンとこう押し上げる、まあ、回転が起こってるんですよね。でそうなると第二肋骨のリング、肋骨のリングから
腕までを一つの構造物として置いておければ、プッて腕がちょっと前に出るのが分かりますかね。今わざとね、動きが見えやすいようにこうやって動かしてるけど、もうギューって絞られてきたら、もうほとんど見えないぐらいの力だと、動きだと思いますよ。ただね、その小さな初動を作っておくのと置かないのでは、その後の動きっていうのにかかる負荷っていうのは全然違いますよね。あるパワーリフターに、レッグドライブってどういうものなんですかねっていうことを聞いた時に、あなたもウェイトリフティングやってるんだったら、まあ、プレスの時にちょっとこうって胸を張って瞬間的に弾くような動作を作りませんかと。初動でこうちょっと張りをポンとこう使ったりしません？あれですよ、弾くようなイメージ、あれがレッグドライブって考えて差し支えないんじゃないでしょうかねっていうようなこう答えが出てきたんですよね。なるほどねと。本当にね、ここからってこう顎を引き込みながらちょっと胸張ってあげると、今見てても分かるでしょ、この手で持ってるこのシャフトの位置がでちょっとだけ引っかかるんですよ。ほんの1センチもあるかないか。でもそれで作られた慣性に対して押し込んでいくと、ね、全く止まってるところから生の力でギューッと押していくんじゃなくて、パンとちょっとだけ浮いた瞬間にその勢いに乗じて押していく。一番ボトムでこう切り返す時の方が力強く使いますよね、まあ、トグルで言ったら一番トグルが効かない位置関係ですから、不利な位置関係だから、ちょっとでもね、感性を働かせてそこを加速させていった方が、その後の動作っていうのはしやすくなるのは自明の理じゃないですか。そこに、足を使ってる、もしくは胸を使ってるっていうようなことだと思います。足で胸を起こすのか、それとも胸だけで処理をするのかって、その辺はまあ、いろいろテクニックがあるんだなと思って聞いているんですけれどもね。その辺ですか。ここでね、気をつけなきゃいけないのは、肩甲骨と、腕、まあ、もしくはその肋骨のリングと腕っていうのがちゃんと固定できてないと、これうまくいかないと思うんですよね。プッと押した時に腕を取り残して胸だけが動いてしまうと、実質ここには動きが起こってないじゃないですか。それから土台の支点は変わってるのに腕の支点が変わらないってことは、この肋骨リングよりも手前にバーベルの重さっていうのを落としてしまってるってことになりますよね。こう支えてたのがこうずれるようなもんでしょうかね。こうずれたらもうこう潰れるしかないじゃないですかね。マックスに近いような重量になってきたらもう取り戻せないんじゃないでしょうかね。まあ、本当にミリから、まあ大きくても1センチぐらいのロスなんでしょうけどね。まあ、リフティングをしているとこの初動の製品っていうもの、うまくいったかいかないかっていうのの影響でですね、試技自体がですね、成功するかどうかの分かれ目になるっていうのは、まあ、経験者なんでね、お分かりいただける話だと思います。バーベルラジオさんの、対談でもですね、トグルメカニクスの話っていうのはさせていただいたんですよね。ブリッジを組むと肘の角度が浅くなってトグルが効きやすくなるから重い重量触れるんじゃないですかねって話をしたんですよ。でもね、押し始めて途中でスタックして失敗しちゃう例っていうのも多いんだよって話があったんですよね。だからここですよね、胸で押すっていうような話で考えちゃうと、胸に下ろしたねシャフトを足でパンって弾くって、直接弾きに行くっていうようなイメージでやった時に脇がブレてしまうとね、その後の動きにつながらないんだと思うんですよ。だから全部この第二肋骨から腕までっていうのを一つの構造物として起こすっていうのが大事だなって考えてます。結局そのスタックする理由っていうのはそこのブレだと思うんですよね。脇のブレだと思います。切り返しでスタックしてしまうもう一つの理由として考えられるのは、肘関節がトグルの効きやすい30度に入る手前まで、30度にセットアップされるまでの間というのは、純粋に競技者の筋力が試されるフェーズと考えられます。なのでやはりね、生の力を試されるフェーズだからスタックしやすいんだと思います。そこをどう効率的に乗り越えるのかっていうところに、いろんな工夫が出てきていますね。トグルを効率的に使うためにブリッジを高める、ワイドに構えるっていうのも一つです。逆に筋膜のですね、張力を最大限バネとして使うためにナローで縦に振るっていうのも一つですね。どっちにしてもやはり第二肋骨のリングと腕がですね、切り返しの際にブレないということは必須条件になると思います。はい、
そうですね、ちょっと要約するとですね、足や胸でバー自体を弾くっていうのは間違いではないんだろうけれども、そのイメージの中の危うさとしてはやっぱりあの脇自体がブレやすいっていうところだと思うんですよね。だからこの僕が言いたいのは、一つ構造として、仕組みとして、あの腕から肋骨のリングが一つの構造物としてボトムでリンクしてるっていうイメージを強く持ってもらいたいんですよ、ね、でそこが胸郭全体、体全体の動きに対して視点がね、より上にこの形のまんま打って胸を張ることで、より上方にシャフトの位置を変えることができる、その動きが初動になっているってイメージを持ってもらいたいんですよね。そこがしっかりイメージできれば、この切り返しの時の不用意なエラーっていうものを防ぐことができると思います。そこから切り返しで生じた慣性を受けるフェーズで溜め込んだね、筋膜の、バネですよ、筋肉たちにぎゅーっと引き伸ばされながら耐えた耐えた耐えた、その反発力をポーンと解放するんですね。そして、肘関節のトグルへとつないでいくとですかね。だからブリッジがめっぽう高ければ最初からトグル効かせられるっていうところも利点ですよね。はい、まあ、だからゼロベンチとか、そういうあのブリッジをもう極限まで高めてプレスする、そういうテクニックを見たときに、まさしくね、トグルメカニクスっていうものを最大に活用したフォームだなと思います。感動しますよね、はい、もうテクニックの、まあ、技術もそうだな、身体表現としてものすごく洗練されてるなと思います、ね、もう骨格をどれだけ有利に使うかってところで、まあ、モビリティを開発して開拓してね、で、あの位置関係にきれいにコントロールしてみせるってね、まあ、生中じゃできないですね、テクニックですね、ね、はい、やれるようになったらいいけど、そうね、あかねさんばりにブリッジしてるつもりで動画見たらもうぺったんこっていう、まあそんな状況です僕は。はい、切り返しの戦略っていうのはいろいろあるんだろうなと思っています。なるほどであればなるほどなりのね、戦略っていうのがあるんだなってこう非常に感心させられるんですよね。まあ、縦振りにするとか垂直に振るとかっていうところで使われ方っていうのは違ってくる。垂直になってくると、まさしくさっき言ったあのトグルメカニクスっていうのを存分に使ったパターンだし、縦振りの少し狭くねグリップする方々の場合だと、レッグドライブっていうのはやっぱり非常にウェイトを占めるテクニックになるんじゃないかと思います。でその時にですね、ブリッジを作ることでどう腕にリンクしていくのか、足でこのブリッジをさらにパンと張りを高める、厳密に言えばブリッジをさらに高めていく中で第二肋骨が上方に引き起こされていって、腕の支点自体が上に上がっていって、そうやってシャフトが体幹の角度を変えることで浮き始める。それをきっかけとして今度は溜め込んだ筋膜の反発力でさらに押し始めて加速させていくわけですよ。でそして関節の、トグルが効きやすい角度まで入ってきたらトグルにつなぐと、その連携というものがうまくいけば安定したリフティングになるものと推察するわけです。はい、さていかがでしたでしょうか。次回はですね、足の使われ方の機能解剖学、こちらの話をまとめていきたいなと思います。ぜひですね、こちらの動画もご覧いただければと思います。今回の動画がですね、面白かった、役に立ったという方は、グッドボタン、そして、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてですね、今回モデルを引き受けていただきました葛西カナン選手のポッドキャスト、それから、YouTube チャンネルバーベルラジオですね、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですね、私が対談している、動画をですね、グッドボタンですね、押していただきたいなと思います。そしてですね、撮影場所を提供していただきましたアンインタラプティッドフィットネスさん、こちらの、詳細の情報は、概要欄をぜひご覧ください。クロスフィットにご興味をお持ちの方はぜひですね、みなとみらいのアンインタラプティッドフィットネスさんに、いらしてみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。